あ、日本人サブでもいい、そうだね。そう聞いたから鎌田取ってたら面白いな、ラツヨ。あれ 日本人サブでもあんまりいろいろ言ったりしないって聞いてたけど話違うな、みたいな。そう。今日ピボット収録で鎌田の話したら、かなり抑えながら喋ったけど、厳しいこと言いません、レオさんって木崎さんに言われて。ああ、これで厳しくなっちゃいますか、つって。時代ですね、つって。ちょっと話変わりますが、あれですね、ブライトンのデゼルビのインタビューを見ると、三笘より一層完成されたプレイヤーに向かってるみたいな、それこそ垣内さんがインタビューした記事見せてもらったんだけど、より一層完成したプレイヤーになってくれる、中に入って受けれるようにもなってほしいみたいな、なんかそういう感じのこと書いてあって、あ、やっぱあれやらしたかったんだみたいな、三笘がやりたいかどうか別でやらしたかったんだなみたいな。あと今日ちょうどおばと久々に会って、おばって俺が貼っとけって言わなかったら中入りたいなって時あんのって聞いたら、全くないって言ってて、でもそういう約束ないチームでウイングやった時は中入ってこいの圧があるって言ってたね。わ かるわっつって、お前ウイングです、なんでそのままずっと外いんのみたいな。 中でコンビネーションしようぜって空気はどのチームもありますって言って、ああ、じゃあその空気に負けてルイス・ディアス中入ってる時あんのかなみたいな。ちょっと面白かったですね。で、オバはそうなれるからな。このあれなんで、生配信に使ったオバへのメッセージの。うちで言うオバと同じぐらい、なんならオバよりもスターみたいな選手がいる中で、オバが今の空気感のままいると、多分オバ中心のチームにはならないと思う。オバがね、ちょっと JFL 誘われたんで、シュワボよりお金出るんで行ってきますって言われたら。ちょっとテーマ変わっちゃう。移籍してから怒ったのはザルって。こんなはずじゃねえだろっていう。嘘だろっていう。太って生きてる。太ってきてね、稼働悪いし、痩せないし。いや、だからアザールのおかげでチェルシーは毎年このね、お金が入ってくる。確かに。だって今回の優勝レースは入ってきてるんですよ。だよね、優勝ボーナスよね、そうそうそう。CL の。引退してんのにも入ってくるんですよ。引退してんの入ってくるの？その契約期間だ内かの。ら今、今年までが確か契約期間内だったかな、アザール。そういうのおもろい。これさ、元いたクラブに入るあれあるじゃん。だから、シュアボからビッグクラブ行ってくれたら最高だよね。いや、そうですね。いや、おば頑張れよ。おばに野望あるかな。いやー、おばは、まあ、目の前の相手と戦うことでね、本当にね。今日ね、シュアボファンの方への情報で言うと、はい。ちょうど撮影が終わって、残り2、30分時間できたから、僕、ジョージの突破力みたいなのを、ちょっと個人的にこう指導してたときに、オバに聞けっていうの言ってたんで、あ、ちょうどオバとジョージいるわって、オバとジョージ呼んできて、ポケモンみたいに この2人が合わさればみたいな感じで、オバにジョージの指導してって言ったら、やっぱドリブルの授業はオバ、饒舌ね、名指導者ね。そう、オバね、ドリブル教えるのだけはテンション高いです、本当に。うん。そう。やっぱテンション。あれをずっとね、やってほ しい、わ本かる。当に。同じ感じで守備語れよって言ってたもん。そう、同じ感じで守備語れと思って。守備興味ないね。あ、インスタで上がって、あ、舞ちゃん上げてくれたんだ。好きなことと、やっぱり、好きじゃないことの差がもう分かりやすいねっていうのが渡ろうですね。ね、オフシーズンというか、これからそれぞれの個の能力アップで、やっぱり漠然と練習させるよりも、伸び方っていうの、やり方っていうのを教えると全然違うから。だからそれで、次の練習では、最初1時間はちょっとオバにみんなにドリブルの指導してもらおうと思ってますけどね。オバだろ、コロナ期間のこの Vlog めっちゃ見て、伝説のね、チームでスタメン取りますって言った後、ナンパ企画やっちゃったオバの Vlog でしょ。順番間違えて、この出す順番だけなのに、たまってるのどんどん出したいから、スタメン取りますって言って、その後ナンパ企画やって、お前本気じゃねえだろって言われて。今ほどオバのパーソナリティみんな分かってないからな。そうだな、あいつ、でもいいやつだからここでいじれるからな。やばかったらこういうところでいじる話してもちょっと緊張感走るからな。てか、あれだわ。勘違いじゃないけど、ロナウド・ベイル問題あるじゃん。ロナウドは前のファンデラモスだっけ？その人が取ってきたと。マドリン。で、その後、ベイルはペレスが取ってきた。で、大ヒット商品じゃん、ロナウドって。それを塗り替えたいじゃん、ペレスとしては。前の会長のあれで。だから、ペレスはロナウド出したい。ベイルを
スターにしたい。でそういうので結構アンジェロって圧力かけられてたみたいなほのめかしてんだよね、うん、事前で。もうなんなら書いちゃってるぐらいの感じ、うん、なんだけど結局ずっとロナウドだったじゃん、うん、あれわかるよね。わかります。あれ自分たちクラブ経営してさ監督どもやると、あ、いくらベイルがすごい選手でもロナウドに取って代われない理由っていうのはめちゃくちゃわかるな。あれはこれはベイルが悪い選手ってことじゃなくて、ロナウドみたいにこの勝者のメンタリティ持ってあの温度感でずっと練習とか試合に臨める、うん、あの選手を、しかも普通に能力あるっていう、あの選手をね、あの中心から外せないんだよね監督って、うん、いや本当そう。でベイルの方が自然体の中で活躍できたらいいなって感じなんだよね。ロナウドは活躍しない自分を許せない、うん、ベイルは自然体でいて活躍できる日があるなっていう考え方なんだよ。やっぱ自然の中でやっぱり普段ね。だってベイルさスパーズに行った後モーリーニョ言われてんだよね、はい、お前メンタルだっていう、はい、めっちゃわかるじゃん、はい、でも俺らさそういうさめちゃくちゃしついけどそこ俺らが向き合ってもやっぱ本人のそこの根の考え方というか振る舞いみたいな悪いわけじゃないんだよ。悪いんじゃないんだけどこの常に求めたいコミットメントみたいには近づけらんないから、うん、誰はねベイルに期待する人の気持ちとその現場であのワンシーズン一緒に戦ったいろんなこのアーカイブとかを照らし合わせると同じことが上で起きてんだって思いますよね。そうフィジカル集団の中でも頭一つ抜けてるっていう。でやっぱりねだベイルってちょっとねおば的なとこあると思うんだよね、うん、いいやつだけどなんていうのかな無理してコミュニケーション取る気ないというか。だから結果、うん、あのあれモドリッチだけいっぱい話しかけてるというか、うん、なんとかしようとしてで渡したらすごいんだけど、うん、ただ例えばあのうちでいうオバーと同じぐらいなんならオバーよりもスターみたいな選手がいる中であのオバーが今の空気感のままいると多分オバー中心のチームにはなんないじゃん、うん、だスパーズだとオバー中心じゃないやベイル中心のチームになるけど、うん、マドリードだと中心じゃないからってなった時にやっぱロナウド外したらそうなるかもしれないけど、うん、ただ監督からしたらロナウドですから、ね、だからジダンが最初辞めた時の理由がまあそこのロナウド放出しろっていうのでっていう、うん、ジダンはロナウド大好きだからそうだ弟気質だね確かにベイルは、うん、いやそれなだうち俺ロナウド会ったことないもんな。いや花と努力と技術とメンタル、うん、まあでもまあそれもね抜けてる人ですからなんか、うんうん、なんでここ来たのってなんもんな君は違うよとてかここ 来てたらなんか大犯罪してないと思う。だって花と努力と技術あって上を目指す絶え間ぬ努力のメンタリティがあるでしょ。相当なマイナス部分ないと思う。そうそうそう、まあ、その人が選ぶクラブにしないとな俺らはな、うん、でオバはそうなれるからなこのあれだね生配信使ったオバへのメッセージになるな、うん。オバ最近見てるかな生配信。オバはもう加入してから多分見てない。見てないそれ笠原くんが変態なだけだから。オバ見てないんだ。生配信前に打ち合わせして生配信笠原くんチャットいて終わった後打ち合わせしてる時あるから。ベイルって内気な性格で当時のスパーズ監督でダンプ行った気がします。そうそうそう。だからベイルぐらいスーパーで内気が許されるんだよ、うん、だからスミスローだとやっぱね最終的には今放出になっちゃうんだよね、うん。いや左がスミスロー真ん中上でゴール右坂の時最高だったんだよね。いやおばあスミスローじゃない、おばあはいや俺プロの選手分かんないけどおばあはおばあなんですけど、そうそう、だからあのドリブル大好きサッカー大好きポテンシャルあるだけどその、やりたくないことまではやれないみたいなのがおばあですね。だけどその組織としてやらなきゃいけないことはやってくれるみたいな。だからあのチームに迷惑かけるから守備はするんだけどあの自分が J リーグ行くために体力作りはしないっていうイメージ。わ今ちょうどいいこと言えたねそうだからオバニーはシュワボスが合ってると思うな仲間のためにみたいな。そうだオバがねちょっと JFL 誘われたんでシュワボよりお金出るんで行ってきますって言われたら出すしかないですからね僕らは、うん、でそういう選手がいっぱい出るそのシュワボに行っちゃえば J のスカウトが来て引き抜いていくみたいなのはねあんまりそこまで言ってないけど実は嬉しいもんね俺ら。いや嬉しいです、めちゃくちゃ嬉しいです。そこのねあのドルトムントからは飛び立てますとかセビージャから飛び立てますみたいになりたいもんね、うん、いやそこはまず目標ですからね。そうそこを超えた後の J1 のトップとかがあるから、
まあ居心地がいいのもあるかもしれないですけど、でもそういうステップアップしてほしいですよね。うん、そう、個人昇格育成の成功はそうだね。いや、めちゃめちゃ成功ですよ。そう、僕が出会ったウイングの中では最高ですからね、オバ。うん、なんでこんなオバの話ばっかりしてんの。私、レオザフットボールが監督を務めるシュアーボ東京では毎週水曜、金曜、19時間の練習でセレクションを開催しております。場所は都内近郊。シュアーボ東京で25万人以上に見られながら報酬をもらって本気でサッカーしませんか？多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアボから J リーガー輩出を目指す僕らとしてはステップアップも大歓迎です。概要欄の URL からのご応募お待ちしております。